「新平家物語」第120回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。 カラス説法六郎家の前に今嫌な目つきの男がうろついていたがあれは近所のものかそこの路地を出るとすぐ悪源太は連れのしない六郎にささやいたいやなかなか増式町にいるような貧乏人とも思えません五条の市か六条問門たりの天野の主でもありましょうかそんな風に見たか 贅沢な衣服です。それに、認定も。面構えといい、見事に赤い花だった。ひ癖くせありげなやつ、気をつけろよ。はい、心得ています。別につけてくるような様子も見えませんが、六郎は何度も後ろを見た。確かに、花の赤い男はもう後に見えない。けれど その明け花の合図を受けて手台の鹿七が七条の腹から通行人のような足取りで来るのには二人ともつい注意を欠いていた二人はぬかるみや水たまりをよけながらゴミごみした職人町を曲がってゆく家事川市弓市染市馬具市などの小屋が春もよそにひねもす土の音や梅園の中に荒壁を隣り合わせて一生をすり減らしている それらの工業や工芸に携わる諸職でもしかるべき匠たちは落内に文句を張って皆相当に暮らしているがこの辺りの小屋はほとんどが下請け職の程度で稼いでも稼いでも足らないというのが口癖な人々ばかりだったなあ,あ六郎こう見ていくとこの辺りの諸職は合戦の前よりもずんと忙しそうではないかそうです ろくはらケーキとか申し、夜なべにまで土や冬の音をさせております。皆、平家の軍事だろうな。されは、源氏のついえた今日では。悪源太は急にそこらの軒場をいまいましげな目で眺めた。こんなことにも父や兄がいたらと思う。 そして自称風物すべてが一変して源氏と名のつく者は血を払ってしまった都の様に彼は空爆たる痛恨を京に抱くのだった一時都では悪元太義平も捕らわれて軽視したと信じられていたそれは何かの御殿で実はつい先頃まで越前の国明日輪に隠れていたのである 姿をやつしてその後都へ紛れ出たがもう赤日の都ではない彼は見るもの聞くものに絶望した人々は戦後の六原景気を迎え六原精霊に服従しきり自称の流行にまで六原風なるものが起こっている苦行所管理は言わずもがな 一般の証拠や書籍でも六原に縁引きを持たなければ官にもつけない良い利益もないというのが常識になりかけている平家宗の羽振りは松灰までが極実の勢いに見える議官に遊んでも寺院へ参っても市で買い物してさえ六原殿の身内とさえ言えば下へも置かれず愛想言われたお首にも今では源氏を口にするものはない こうも変わるものか人の心も世の様を。悪源太は腹が立ったあまりに厳禁な人心と現実主義な世風を白眼視せずにいられない若いまだ二十歳でしかない彼こんな大きな世の変化には生まれて初めて接したのである 変わりやすいよう見ながら目前の現象はもう永久に不変のものかのごとく彼には見えた現実というものも実は寸病の休止もなく刻々に変わっていく空間の一コマに過ぎないとする疫学的な考え方などはもとより彼の若さは持ち合わせていないクソ面白くない世の中だこの上こんな世の中に一人生きても何かせん 現実に圧倒され現実の固着から抜けきれない若い憂鬱は当然命のあがきを自暴的にした青春の夢に代わって彼が抱いた悲願は平家への生きる限りの反抗だったなんとか清盛に近づいて源氏の恨みを晴らそうとする一年となったそのうちに市内六郎と生き合ったのである 六郎は元義友が子飼いの走りしもべで戦後平家へ投降した大量な増標に混じって六原の馬屋増式に入っていた九種の子悪源太の裏ぶれた姿に六郎は涙して貧しい我が家へ連れて行きここに潜んで時をお待ちなされ手前が機会を伺いますからと匿っていたそして先頃来 清盛がしばしば常盤小瀬のもとへ通うのを探り得た結果、悪源太は清盛の牛車へ近づき、車のレンへ手までかけたのであった。しかし、相手を指すには至らなかった。無念、無念その世は姿をくらまし、彼は夜が明けてから六郎の家へ帰っていた。失敗は失敗であったが、その一度の経験で、 清盛に近づくことはさして何時ではないという自信をそれ以後彼はなお強くしたここにもう一人都の裏町に潜んで悪源太義平と同じような絶望感に落ちそして義平と共に清盛の出入りをうかがっていた古華者があるそれは金納丸といい 一旦は義朝修従とともに大身島で落ち、あの大吹雪の途中から一人後へ帰った老棟である。この近納丸は武蔵の国渋谷の将の住人、渋谷重国の次男で、戦場を去るとき父の重国から、お前は平家の者にも顔を見知られていないから都合がよい。都に残って囲碁の情勢を折々に書状で知らせよ。分けて、 常盤殿や和子様方のご消息をも見守ってと特別な使命を言い使っていたのであるだが近藤丸も日が経つにつれて悪源太と等しい虚無感に落ち込んだ主の義も以下源氏の将は次々に世から消えてゆき父重国の生死のほども定かでないことに彼としてつばしたい思いで見ていたのは時は御前の境遇の変わり方である 世間はもっぱら同情的に噂しているが、近野丸は聞くごとに、バカらしい何が定女だ夫のあだたる清盛に身を任せてと、生きろしくなるだけであった。女性という女性が皆不潔に見え、女性の真実が当てにならないものみたいに思われた。そのくせ、彼も悪言だと等しく、まだ正道であった。女性とは何らの交渉を持った経験はない。 ただ不愉快でたまらないのだ。自分のものを怪我された感じに近いものである。常盤に対して何か思い知らすべきだという考えさえ生じてきた。たまたま彼は二三日前に悪源太と町で出会った。わぬしも都に隠れていたか。と悪源太は抱きつかんばかり懐かしがった。その日も二人は夢中で語り合ったが、 近いうちまた会おうよ。増式町は門並六原勤めの者のばかりだから、俺の方へは来るな。俺が訪ねていく。と、再会を訳して別れた者だった。悪源太は今日、六郎を連れてその時聞いた金納丸の住まいをあちこち探していたのである。ああるぞ六郎。あのうちではないか。バグ師の軒が見える。なるほど。バグを作っておりますな。 そっと通ってみましょうか。待て待て。もし訪ねてくるときはバグの客らしいふりをしてほしいと、このノーマルが言うていた。そこのあるとはもっけいの間らしいが、弟子たちの目もあることゆえぬかりなくという意味だろう。そのぎはかねてうかがっておりました。御んぞにはどこぞでお待ちくださいますかああ。あれによ。あのや代の裏に。と。 田は職人町のゴミ捨て場になっている大きな池の向こうを指さしたこのあたり冬中は無数に降りている渡り鳥も今は一羽も見当たらない何の社か森は乱伐され社殿は荒れ放題に任せてある都外れの羅城門と同じようにここも不老者たちの巣になっていた一頃があったらしい。 しかしそれとは関わりのないように木々や拝殿の豊にまで藤の花が垂れ藪にも水たまりの周りにも山吹の花の村がそこらの陰湿を明るくするほど咲いているいやお待たせ申し上げて近藤丸はやがて六郎と共に姿を見せた九種の霊を取って地上にぬかずきかけたのであるすると義平は人が見ると怪しもぞ 俺もわぬしも浪人だ。かたがたしい礼儀はよそ。こう、並んで腰掛けたがいい。と、自分がかけているように、二人へもそこらの木の切り株を指さした。この、その後は何か耳にしていないか。ここしばらく、清盛の身については何事も分かっていません。な、時は御前が密かに身分の新千円の西へ住居を移されたことはご存知ですかそれはとく聞いている。 だが清盛はまだそこへは一度も車をやらぬそうだ。おりもあればと寝ろうてはいるが。いつぞやの夜に懲りて、ひたと用心しているものと思われます。しかしいつかは、そうだ、いつかはと、若い二人は何にでもすぐ燃え尽きそうな真こを山吹の日なたへ向けた。しかし、すぐうつろに陥りやすい危うさをうちに感じてか。なんとも、 毎日が無念です。この殿がませばと思わぬ日はなく。うん、無念よの父のお心を思えば。と互いに胸をゆすり合った。ともすればあまりにのどかすぎて蝶々のような魂に消しやすい青春の血を無理に不適な一年へ研ぎ合うのだった。ところで、御曹氏にはどうお考えになりますかあの時は殿。 時は午前か、生かしておいていいものでしょうか言うな、女将のことなどは、いや、女将なればこそです。あの醜い生きを打ち捨ててはおけますまい,い。いかにとはいえ、清盛の将になって囲われておるなどとは。が、そのために今若おと若、牛若たちが助けられてもおる。と、人々もたしますが、 トキワ殿のご本心が果たしてそんな犠牲にあったでしょうか私は疑います。映画のため、亡き河野殿殿のトロトロ女かも昨日のこととなされて清盛になびかれたものとしか思われません。なぜそう説くのか生きておいでになるからです。のめのめと。それは無理だ。あまりにむごい批判だ。いいえ、無理でもひどくもありません。 私は父の重によりも古く河野殿の児童としておそばに仕えていた身です。とそのことだけには誰よりも自分が熟知している唯一の証人であるように近納丸は強く言い続けた。ですから河野殿にも私にはお心を許され九条院の踏み遣いといえばいつも私の役でした。 時は殿とひそかにお会い遊ばす間の見張りもいたし、幾余のお供にも遠侍に控えて、さざめごとのご様子や、時には御涙にしめる明かりなど、よそながらお忍びもしたり、数年相思相愛の御ちぎりの深さを私は拝見してまいりました。それだけに耐えられません。河野殿に成り代わって、許せる憤りがこみ上げます。 いかに戦の果てとはいえ、そうした時は殿が清盛の階段に抱かれて、一体どんな生き心地でなお生きておられるやとではこの、そちは時は御前を差し参らそうという覚悟か。おそらくは女将ご自身では起き弱くて、自害もなし得ないのかと思います。源氏の恥さらし。 いっそ殺してあげるのが慈悲だと思い決めました。まあ待てと悪源太はやや慌てた。そちにそんな手出しをされたら、いよいよ俺が清盛へ近づきにくくなる。い,いえ、ですから、当分こらえてはいます。かげつな屋敷にいては寄りつけもしませんが、身分の小屋方なら忍びもしましょう。 あなた様が清盛をおうちになったら私はすぐ女性をご成敗申しますあのままには起きません自分の言葉に自分で激していくのであった悪源太が清盛を恨むように彼は常盤を憎んでやまない悪源太にしてみれば腹こそ違え常盤は,は父の側室の一人であるそしる気にもなれないしもちろん手を下す意思もないしかし 近丸の思い出などを聞かされると彼もムラムラと真っ暗な感情にくるまれた父の面汚し源氏の恥耐えられない不快になるが早まるな近のとにかく清盛の方からだ清盛に報うてからのことだぞ重く動きを沈めた時であるバサッ 頭の上で大気を打つような響きがして木の皮くずみたいなものがバラバラと顔へこぼれてきたおっカラスか大きな長英が三人の目にうつった巨木の小墖から社の屋根へおりかけたカラスが何かに驚いてまた高い小墖へ飛んだのであるらしいだが三人ともなお意外なものを屋根の上に見いだした屋根の上にいた異形な坊主である 坊主は下のものを覗いて武将髭の中ににやりと白い歯を見せた人懐っこいようなまた人を小馬鹿にしたような得体の知れないそして何とも唐突な存在に見えたぞっと身の毛がよだった悪源太も金能丸もしまったという悔いに顔色が変わった聞かれたと思いまたとっさに殺意を胸に動かしたものかもしれない 坊主は動物的な勘ですぐ自分への反射を読み取っているように、わしは知らんよ。今のはカラスだよ、ワコドたち。肝を潰すことはない。と上から言った。しかし彼がすべてを聞いたことは間違いはない。切妻の破風の影に背を持たせかけてペタンと座っていたのである。カラスでさえちょっと気づかないほど、立ちも動きもせずにいたことが十分それを実証している。 悪ン太は強いて負傷しながら差し招いた。おい、坊様、ちょっと尋ねたいことがあるのだが、降りてくれぬかわしは屋根に用があればこそ屋根に上がっているんだよ。聞きたいことがあるなら下から聞け、話は届く。そんなところにごぼうは何をしているのかわからぬが、屋根の繕いをしているのが。ああ、なるほど。 屋根のの破れを吹き出しておるのかここを仮の宿としている風来草だが雨が降ると御堂の中まで池になる今見たようないたずらガラスが口屋根を突き散らしてしまうせいだろう今日は天気も良いのでな <laughs> 朝から屋根らいよ時に和殿たちこそそこで何してござったな迷、まあ、い遠うまい だが、ゆくりなくこうお目にかかるも救えんゆえ、これだけはもうしておこうか。見る影もない古事記草の大言と軽んじめされまいぞ。おみ方は何しろ若い。あまりに青くそうてそぞろ哀れに存ずる。もそっと命大事にご成人を心がけられ。そういうごぼは、我らを誰と見ての仰せか知らん、そんなことは。 いや聞いたに違いない。我らの話を聞かれて悪い話であったのか。はてさて不用意な聞いたものがカラスに等しい野草でよかった。何しろ降りろ。大事を耳にしたのがごぼうの災難だ。不憫ながら生かしてはおけぬ。<laughs> と坊主は愉快そうに笑った。嘲笑でもなく意を誇るのでもない。 目を細めて愛すべき地上の地気をあやすように言うのである。それ、記事が出たな記事が。平時の合戦の日、大賢門から堀川まで清盛のせがれ重盛を追いまくした豪遊の御蔵師でも、世が変わり、その心のより場も失う手は、よく屋根の上の一羽のカラスをすら取ることはできまい。よし折根は上がっていくぞ 来てもよいが、無用な骨折りだ。わどのたちは密談というが、こちらの耳はカラスも同様。聞いたからとて六腹へ告げるおそれは誓ってない。むしろ野草の心は破れた者へ一辺の同情を持つ。それは創意の下の本心だ。なればこそ、なお長い生涯を持つ和行動を見ると言いたくなる。父や兄も死にたい。 一族も離散し尽くした上に、またその後を追うてなぜ沢命をそりゃくにしたのか。未来万死の種にもなる尊い一心を自ら愛し賜るのか。バカな思いたちはやめられ。一生を言いたとて、一挙に自分の挽回がなるべきかは。愚か愚か。和殿のたちの青臭い資料に比べれば、 あわれ世の木を砲偏の中に甘んじて女将の苦言を苦言として受け以降三人の成長を心の奥に見守ろうとする弱い弱い一女将の方が実はどれほど強いかしれぬ下には声がなかった木の根に腰掛けた三つの人影は膝を抱えて考え込んでいたもう木漏れ日は夕方めいて 悪源太の横顔や金能丸のうなじに赤いクマを染めていた。見たがい、こうしている間にも日輪は移り巡っている。変わるなと祈っても刻々に変わってゆく天地。そのままが人間の春秋、この世のルソーだ。勝敗、攻防、一つとしてその循環の外ではない。 勝つは破れのはじめ。勝ったところで休んずる理由はない。ええー、生成などは人間にも地上の万象にもないことだ。和殿たちにもいつまでここすいすいはありえない。ただ人命限りあり。老人の君しかはわからぬでもない。しかし、命豊かな和殿らが何を慌てるのか。 ケチな鬱を一時に晴らそうとして、あたら一命を散り急そぐやら。おう、夕ガラスの声だ。わどのらもねぐらへ帰られ。ならば、都の外遠くまで去るべしだ。わしもそろそろ屋根を降りよう。屋上の層は立った。と、何かに惹かれるように地上の影も共に立っていた。はっ お待ちください。悪源太は道の隅ねの真下へ走ったお言葉は何か胸に答えました人よっとくと考えますご坊の女を聞かせてください明朝を再びここへ来てお教えを受けたいと思いますゆえいや許したまえ名を言うのは恥ずかしいものだただ人ではおわしますまいもしや源氏に上んのお方ではございませんか 源氏にも無縁、平家にも無縁、見られるとおりな一夜そうに過ぎぬ。明朝またお目にかかろう。でも、せめて女をいや、散々んんひじりめかした説法を言うたので、名を告げるのも気はずかしゅうなった。和殿たちを青臭いの何のと草したが、 このわどのごろの年には、いやもう話にもならぬ大たわけでおざった。もっともっと愚かしき煩悩の犬でおざった。ひと妻の見境もなく火のような恋をし、都中の笑い草となり、いっそ死ねかしと、なちの滝へ身を当てたほどな、ごうの深いものでおざる。ほっでは吉平は思い当たった。 能丸もも六郎も一緒にばした。門楽殿だそして身延びをしたがふと見当たらなくなったので遠くへ離れて屋根のあちこちを眺め上げた門楽はどこから降りたものか見えなかった切妻の上に本当のカラスが1羽翼の下に首を突っ込んだり夕干しを見たりしていた。